昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回はですね、灘高校の問題ですね。かなりね、古めの問題なんですけれどもね、この図において OT の長さを求めなさいという問題をね、解説していきたいというふうに思います。まずね、この図を見た時にすぐね、ちょっとやってほしいことがあるんですね。それはね、相似を作るってことなんですよ。相似を作る、どこに作るかというとですね、 BT に補助線を引っ張ります。そしたらですね、まずここ T って接してるわけですけども、接弦定理ってわかりますかね。三角形があってですね、この接点をね、一つの頂点とする三角形があったとき、また接線があります。その時にですね、ここの角とここの角が等しいよと、この弦の向かい側の角とこの接線と弦がなす角が等しいよというのが接弦定理です。そうすると角 ATO、 ここの角とこの OT の弦の向かい側の角、角 TOB、 ここが等しいんですね、接弦定理から。そうすると角 A が共通って考えれば、三角形 ATO と三角形 ABT が相似になりますね。角 A 共通で、ここ丸、ここ丸ということでね、相似になるよ。三角形 ATO と三角形 ABT が相似になりますよと。まあ、ちょっと分かりやすいようにですね、図をちょっと簡単に書いておきますが、AOT 三角形 ABT と、でここの角 A が共通だよと、でこことここが等しいよと、 B と T 逆だ、こうなるわけですね。で今 AO の長さが6と分かってます。ここ6で、 OB の長さも6と分かってますね。そうすると OB の長さ6って分かってるから、 AB の長さが 6+6 で12になります。でそっから、この図からですね、何が分かるかっていうと、 AD の長さ、ここが分かるんですね。ちょっとここ X と置きます。 AT ここ X と置くと、ここも X になるわけです。そうすると対応する辺の比、6対 X イコール X 対12ということで、比例式を立てることによって X を求めることができますね。そうすると6対 X が X 対12よって、外側と内側かけて 6×12 で72とよって、ルート72、つまり、3ルートじゃないや、6ルート2というぐらい出ますね。そしたらここが6ルート2と出ると。でこの6ルート2と出たら、こっからさらに何が分かるのっていう話なんですけども、こっから分かるのがですね、これ相似比が分かりますよね。6対6ルート2、6で割ったら1対ルート2なんですよ。なので、ここの残りのここの比、ここも1対ルート2と分かるっていうのがポイントなんですね。ここ1対ルート2なんですよ、こっちで言うと。そうするとですね、ここの比が分かることによって、あとはね、ここ直角三角形でしょ、 OB が直径だから、ここ角 OTB って90度になりますよね。そうするとね、こう1とルート2ってなったら、まあ例えば文字で置いてあげれば三平方できるじゃないですか。ここの四角1のところね、 Y と置いて、ここルート 2Y と置けますよね。と三平方の定理で Y の2乗足すルート 2y、括弧ルート 2y の2乗イコール6の2乗という具合にして y 求められますね。こことここの比をね、求めることによって、ここを片方の文字で置いた場合、もう片方は文字で置けて、三平方で y が出ると、そういう流れになってるわけですね。そうすると最後答え出しちゃうと、 y の2乗足すルート 2y の2乗イコール6の2乗。したがって、2y の2乗足す y の2乗で 3y の2乗イコール36、 y の2乗イコール12、 y イコールルート12、つまり2ルート3、
まあプラマイになるけどマイナスにはならないから2ルート3、よって答え2ルート3という具合に出るという話なんですね。いいかな。もしくはね、もう比で3平方しちゃってもいいです。これ1とルート2でね、3平方したら、まあ、これ比がルート3で出ますもんね。ルート3分の1倍 6×ルート3分の1で2ルート3と出すこともできますよということですね。はい、ということなので、どうだったかな。まあ、この問題ね、ちょっとね、初めて見るとですね、もうかなり難しいように思えるんですけども、結構難関私立ではよく出てくる形なので、ぜひですね、ここに相似があってとか、ここの比を使ってとか、三平方とかね、まあ、これはね、何回か繰り返しね、ちょっとやってみてほしいなと。結構ね、定着悪いです。僕生徒にやらせるとね、この問題ね、何回か同じ問題ね、毎回出すんだけど毎回できないっていうことあるのでね、ぜひですね、しっかり、理解して復習してね、私立ではよく出るパターンなので、ぜひ定着してほしいなというふうに思います。以上で解説を終わります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント待ってます。では。